らっしゃいませ。キララんだようこそ。アスタキララです。どうも久しぶりです。肉まんです。久しぶりの。そうですよ。肉まんです。すごい。やっとこの絵が届けられました。あ、最近姫の名前使って女の子と遊んでるやつがいるんだよね。そういえば。え、誰ですか？リード。え、姫の名前を使って遊んでるとかじゃないですよ。利用されてる。利用されてる。利用されてる。そう、リードさんと一回ゆうた君といろいろあって人。あ、そう、仲直りしたの。レペゼンの動画でなんか戦ってね。そう、あいつは二面性があるから裏ではボロクソ言ってるらしくて。え、私にすごいなんか好き好きみたいな感じ。そうだよ、ゆうた君のこと。私のこと。そう。いやでも私に口説かれてるって知ってる。え、しかもそれを昨日誰から聞いたの？それはそのインフルエンサー。え、嘘でしょ。あと飯田に電話する。いいよ。ただ飯田に電話すると飯田がまた今度まあ、ジルさんとか肉まんに言っただろうって、その女の子のことを詰めちゃうから。そう。へぇー。でもさ、それは飯田が悪いじゃん、どうか。そう、そう、飯田が悪いのか、もしかしたら俺らには言わないだけだって、本当は裏で飯田のこと好き好きって言ってんのか、どっちなんだっていう話は。本当、飯田が嘘じゃないかもしれない。そうじゃん。姫のこと好きって言ってるのじゃないから。かけ離れてるだろ、私のタイプ。夜中の、ある日夜中の3時に、溝口さんと光さんとかから連絡が来て、もう飯田今から謝りたいって言ってたら行っていいですかって来たの。で俺いいよって言ってみんなで来て、飯田ごめんって。そうそう、それで仲間和解したの、でその後レプゼンの撮影とかやるんだけど、一回会ってんのね。それまあ今動画で言ってるはずだけど。でその日にまあその後飲み会したの、みんな飲んだの。そこにあるインフルエンサーの女の子が来たのよ。で飯田がその子を持って帰ったの。え、なんで持って帰れるの？で、その時も口実がすごくて、もうそれ本人が言ってたんだけど、俺は深田恵美とか飛鳥ケララに口説かれてる、でもやってない、俺は甘えただけやるんだってやったんだって。女の子からしたらさ、飛鳥ケララ深田恵美に勝ったと思う。そう、だから嬉しくなった。そうそう、で飛鳥ケララにすごい憧れてるって女の子だから、その子はやっぱケララさんでも口説けなかったと思う。そう、私は口説いた。唯一私はアスカキララに勝てるとこと言ったらそこだけなんだよ。飯田だったと思うんだけど、だってアスカキララが手にできなかったんだから。できなかった、あんだけできなかったから。でもね、本当にこれ本当だって、女の子はそれを本当に信じてるからね。笑い話とかじゃない。そう、本当だって相談されたの。昨日朝5時までその相談。そう、相談されたの。そうだよ。本当に。そうだよ。これもう飲まないとやってられない。飲まないとやってられないじゃん。いや、いただきます。そうだよ、俺は本当だからね。でその子はその子に飯田が裏で LINE してて、なんで、ジルさんとか肉まんとかにやったこと話すんだ、うん、ふざけんなみたいな連絡出てきてて、その女の子そうめちゃくちゃもう主従関係できてる。そうできてる。えで、なんか肉まんとか青汁とかみたいなあんなやつらと付き合うんだったら俺はもう遠距離って言われてる。どっちを取るんだ。そう、天秤にこけろ。そうそう、 LINE 見たの。うん、 LINE もあるよ。あらあら、見た。でもさ、私が口説いたって言ってたっていう証拠はない。あ、それはない。それはない。それはない。言うわけないんだから、言ってたの証拠あるわけだ。いつも電話で言ってたの証拠だから。ねえ。じゃあ、本当に私、飯田とやりたいって言ったことないんで、電話していいの？いいよ。いや、まあね、それ証明しないとね、多分視聴者の皆さんは、キララちゃんって飯田みたいなのも好きなんだって思われちゃう。そうだよ。来ちゃいました。何のこの件？出ない。ビビってる。ビビってる。なんか感じたのかもしれない。確かに。電話しないからさ。え、切ろ。私本当に嫌だ。なんでイラクロって言ってたの？だって言ってたもんね。本当に港区の海外のインフルエンサーたちからは、ちょっとあの付き合いしようって言われて。しかもこの前のさ、レペゼントのコラボに新田いたじゃん。あ、言ってた言ってた。それでイラが動画ああいう風に出てたりするのはキララちゃんの力だみたいなこと言ってた。いやいや、え、イラは私読めない。そうだよ。いやだから言ってたから、レペゼントの動画でだって言ったんだけど、でも信じてるからイラで言ってる。え？本当言ってたよね。でも本当に言って、本当に言って、確かに。わあ、最悪だ、マジで。マジで無理、いいだ、電話出ないし。あ、でもさ、今出なかったじゃん。これがまたややこしくて、もう綺麗だから電話来たよ、ほら。って言ってるかもしれない、もしかしたら。今、女の子と言ったら。これ、ワンチャンある。ある、ある、ある。今のこの電話も。ある。ほら、綺麗だから不在来てる。そう。うわ、キモー。ある。ある、ある。うわ、マジで。スピーカー、スピーカー、スピーカー。もしもし、飯田？夕方に電話って珍しい。あ、夕方ね。なんかさ、なんか変なことちょっと聞いちゃって。変な？なんか、私が
飯田となんか毎日 やりたいとか言ってるみたいな。言ってた。え、じゃなくて飯田がその女の子にその口説き文句として俺アスカキラーから口説かれててみたいな。アスカキララ、アスカキララに口説かれても俺は行かないけど、今日はお前とやるよみたいな。ちなみにアスカキララに口説かれたら俺は行くよ。いやでもなんかアスカキララに口説かれても行かない男が今夜はお前とやるよって言ってるらしいんだけど。言ってねえわそんなこと。言ったことねえわ。アスカキララ俺基本的にさ、うん、あると思うけど、他の人とされると他の人の名前出さない。私なんかさ、港区の巷ではなんか飯田に振られた女みたいになってるんだけどさ、どうしたらいい？何それ。え、じゃあ振らないよ全然。引っかかるらしい女の子が。俺そもそも女をくどくなってる。え、じゃあそれで最近なんか女の子とやった覚えはない？ない。アスカキララの名前を使って最近やった女か、うん、最近やった女、まあだからあこいつなんてろんな一人はいるんだけど、うん、アスカキララの名前出してないから、なんか一人やってないんだけど、うん、なんか肉まんとか、うん、やっぱり言わないでよ。あ、分かった、言わない。それで今青汁とでもめそうなんだけど、うん、なんか青汁の悪口言ったみたいな感じで青汁が切れてて俺に。え、それをね、なんか、うん、ルフしてる女の子がいるんだけど、うん、そいつはこれは本当の話をすると、うん、タクシーで、まあ、3人になって女の子2人と俺でね、うん、家で飲んで、飲んでっていうか家とりあえず行って、うん、じゃあ残りたいっていうか一緒に寝て、でセックスしてないけど、うん、じゃあ3人で寝たの？まあ2人で寝て、そうそうそう、で、TikTok の相談とかされてたのね。おー、 TikTok とかで、なんかとりあえずそこ上げるのこうやった方がいいみたいな話をして、うん、で、俺がそのノベツがってやつはプロデュースしないよみたいにしたら、うん、まあ、なんか個人的な関係になりたいみたいなこと言われて、個人的な関係になりたいで、まあ、いわゆるなんか付き合いたいとかそういうことも言われて、うん、まあ、断ったの、それに全部ないよみたいな、うん、で、まあ、別に会いたい時に連絡してくれたら全然いいみたいな。そっちはなんかお高い男じゃん。うん、まあ正直に言った方がいいからね。うん、あとまあそこあんまり可愛くなかったからね。え、じゃあでもその女の子に私の名前を使ったことは？ない、ない、ない。本当？そうだね。名前を出したことない。じゃあまあ飯田を信じるから。うん、てか信じるとかまあないよ。うん、いや逆に言うとなんか言われたらこう答えればいいみたいな教えてくれたら言うけど。じゃあ飯田またね。はあ、まあとりあえずごめんね、なんか俺のあれで、多分そいつがなんか変なこと言ってるのかな、うん、俺は少なくとも俺から絶対ないし。あ、分かった、うん、分かった。有名な名前しよう。だって、有名なやつの名前出さないのに、ここまで光くるとかめっちゃ覚えて言ってたよね。言ってたし、さっきも誰か名前言ってんじゃん、こいつ。やっぱ、うまいね、口が。あ、無名性があるわ、さすが。やばい、それは証拠だ、まあ、証拠。証拠のね、今、だから言い方が思い当たる子が一人いるといった女の子に、僕今電話します。神会が始まる。やばいよ、ね、そういう。やっほー。今さあ、今ゆうたくんに変わるね。肉まんと今で大丈夫だった、ツイッターとか俺ちょっとうまく流そうと思ってるから凍結しちゃったんだ、かわいそうだから。優しい、ありがとう。でさ、飯田の件なんだけどさ、まあ、うまく言おうと思うんだけど、ちょっと一応確認なんだけど、飯田とその一緒に帰った時ってさ、飯田から言われた？なんかみんなでその
え、飯田に付き合いたいとか言った？飯田、うん。飯田と何回やった？いや大丈夫大丈夫。やばくない？ぶっちゃけぶっちゃけ。いややばい、えガチで切れてるじゃん向こう。いや大丈夫、それうまくやるから、それも含めてちょっと一応事実だけ知っとかないといけないから。何回だろう、2回くらい。ああ、え、無理くりではないよねさすがに。うんうん。ああ、無理くりとかじゃないよね。無理くり。ああ、無理くり、無理やり。あ、無理やりじゃない。ああ、でもそれはちゃんと私も好きでってことでね。で、そのアスカキララちゃんのことだけさ、俺たちもメンバーだからさ、うまく、ちょっとかわいそうだからうまく言わないといけないなと思ってんだけど、え、キララちゃんの名前出された時なんて言われたんだっけ？えみちゃん、あのえみとかにもやってないし、キララとかもやってないし、みたいな。え、で、口説かれてるって？うん、なんか普通に、そう、キララもだよみたいな、なんか言ってた。えみキララもだけど、俺はやってな、やんなかったって。じゃあ、えみもキララも、飯田とやりたいけど断ってるけど有名なあなただけだよってことでしょ？みたいな。うん、やっぱ嬉しかった。でもなんかその時なんだろう、だからなんか、うん、そうやってみんなとつながってるから、うん、見込みだとしてるんでしょみたいな、うん、カングリを言ったらそれを言ってきたみたいな、うん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 、で本当にやんないからみたいな、うん、で、うん、この間の時も、うん、今までやったことを今まで話しながら流したことなかったのに、うん、なんで夢が泣けなかれるかみたいな。だから肉まんに言ったでしょみたいな。うん、って怒られちゃった。かなり。だからもう夢は口軽いから、うん、信用しないし、うん、もう合わないみたいな。かわいそうじゃん。やり捨てじゃん。うん、え、いや、いろんなイメージの名前出してた？いろんなイメージの名前、うん、誰と繋がってるとか。誰と繋がってるとは言ってないけども、俺は、うん、え、キララちゃんもじゃあ飯田のほんと好きなのかな。ちょっと俺ショックでさ。うん。ほんと？わかんない。そういう趣味なのかな、キララちゃん。キララさん今いないの？今いない、今肉まんと。え、ほんとに好きだと思う？キララさんが？うん。わかんない。え、なんて言ってた、飯田それ。普通にキララとかもほら LINE してるよとか言って、キララさん LINE とか見せてもらった。いや、キララってそんな LINE してんのに俺嫌だなの。で、口説いてるんでしょ？口説いてる？うん、飯田、やりたいって言われても飯田はやらないんでしょ？みんな、そうって言ってた、飯田が。え、キララちゃん飯田にそんなやりたいって言ってんのかな？それ見た？見てはいないでしょ、さすがに。見てない。いや、作り回すだったかな。どうなんだろう。分かった、まあでも、ありがとう。まあちょっと、なんかごめん、肉まんと俺がさ、言っちゃったから怒られて、飯田に怒られてるかもしれないけど、ちょっと協力できるから、協力するから。ありがとう。うん、肉まんに帰ります。うん、まあ OK。ごめんなさい、いきなり電話して。うん、うん、また。配信するの？うん、なんか配信この後そうするみたいで、なんかいろいろとだから事実のネタとか、ほら、嘘つき言っちゃまずいからさ。え、でもそれさ、今日言うこと言い方知らないでしょ。知らない、知らない。大丈夫。俺が勝手にやったって。そう。え、ちなみに2回やったのってさ、1日で2回やったの？ 2 回もあるの？そこ気になる。1日2回。1日で2回やってない。あ、2回、2回あったってこと？別日でしょ。そう、別日。うん。え、飯田良かった？飯田良かったって。内容、うまかった？上手だった？上手だった。でも、あの、飯田の好きな体、昨日話してたじゃん。飯田の好きな体何だったんだっけ？良い。飯田楽しようとしてんな、あいつな。え、で、今度肉まんともやってね。今度一緒に帰ろう。今度一緒に帰ろう。うん。誰でもいいかい。こいつは。まあ、とりあえず、あれだね。ちょっと、じゃあまた連絡するわ。じゃあね、ありがとう。ごめんね。うん、はい、じゃあね、はい、はい、はい。はい。はい。どうだね、LINE 見せられてるよ。俺、キラはやりとりしてるんだよ。だって、見たやっぱ、だってやってないって言ってたじゃん。いや、でも俺はやってない。うん、言ってましたね。でも2回。男にしたけどやってないけど。しかも、タクシーで3人で帰ったとか言ってたけど。嘘じゃん。2人で帰った。嘘ばっかなんだって。この子で
めっちゃいい子なんで、うん、なんかちょっと概要欄にもしあれだったらツイッターなんか貼っとくんで皆さん応援されてる。ツイッター凍結されたの？そう、凍結されちゃったから相談に乗ってて、昨日なぜこの話になったかというと、ツイッターと TikTok が凍結しちゃったのって、 TikTok のライブが凍結しちゃった、ツイッター凍結して、昨日相談乗ってたのどうしていい、でその流れで最近どうってことを聞いたら、いいだ実はいいだとってなる。そう、本当に好きな、そうだ、でもいいだとか好きらしい、そこは本当らしい、本当にイーダンボード好きで、なんでかっていうと、キララちゃんとかエミちゃんとかに口説かれてるのに、私のことを見てくれてるからっていうから、何言ってんのって言ったんだよ、ね、そう、あの人洗脳されてるよってめっちゃいい子なんだよ、うん、そう、超いい、純粋な、マジで怖いわ、だから、そういうふうに思ってるよ、もううわぁ、本当じゃない、イーダンとやってって言ってないだって、飯田が言ってないって言ったじゃん、飯田が言うじゃん、だってそれは本人が言ってないから、どうだね、だから言ってないもんね、そうだ確かに、でも女の子に言ってるよ、だから飯田の作り話でしょ、そうしかも私のラインも見せて、そうだよ、私のラインも見せて、しかも夕方からどうしたって珍しいじゃん、珍しいじゃん、いつも夜電話なのにみたいな感じですごいのがさ、飯田さ、有名人の名前絶対言わないじゃんとか言ってペラペラ言ってるからねこれもうね、一生できない、ラインを見せるってことだから気をつけよう、いやマジ最悪なんだけど飯田、うん、まあこれでね、ちゃんと誤解を解けるからいいじゃん、でもこれでそうだよ、よかったよかったね、